とるやろ。皆さんこんにちは。この後ですね、ピークルと皆さん、ピークルの皆さんと高崎山キャラクターのタカモンが登場してくれます。ではピークルの代表曲大好きタカモンです。それではお願いします。ありがとうございます。
で今日はこの後タカモンダンスコンテストがあるんですよね。そして本日は来てみて遊ぼうココナッツフェスタにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。私たちはタカモンと一緒に高崎山を PR しています。せーの、ピークルです。よろしくお願いします。そして、ココナッツフェスタは昨日今日と2日間行われているんですが、俺も、はい昨日、新メンバーを発表しまして、早速自己紹介します。はい、ピークルタイナマゼル1リーダーのユリアです。新メンバーに負けないように若さを持って高校1年生頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ピークルタイナマゼル3萌えです。昨日に引き続き笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。はい、ピークルタイナマゼル5リナです。今日は曇りなんですが、いつもと同じで元気に踊りたいと思います。よろしくお願いします。そしてここから新メンバーの紹介に入ります。はい、ピークル隊員ナンバー06アリスです。今日来ていただいた皆さんと楽しみたいです。元気に頑張るのでよろしくお願いします。はい、ピークル隊員ナンバー07トアです。大好きなテトダンスで元気いっぱい皆さんを笑顔にしたいです。よろしくお願いします。08ユイです。ピークルで人一倍の笑顔で頑張りたいと思うのでよろしくお願いします。はい、まあ、人気ですけどもね、新メンバーも、はい、今年度はこのメンバーで頑張っていきますので応援よろしくお願いします。そしてもう一つ新メンバーにお知らせをしてもらいたいと思います。今日はピークルの新曲のお披露目があります。この後歌います。この死大丈夫大丈夫、いいよ。この後歌うのは大好きなふるさと。この後歌います。大好きなふるさととお猿と踊ろうウキウキダンスの2曲です。これからたくさんの場所で歌っていくので新曲もぜひ覚えてください。それでは早速2曲目を聴いていただきましょう。大好きなふるさと。輝く海さん、高崎
ントとなっておりますが、この後もイベントは続きます。私たちのステージの後、保育園児たちによるダンスコンテストが行われます。ピークルでの代表曲大好きとかもに合わせて可愛いダンスがステージに披露されるそうです。この後もぜひこの会場で楽しんでください。それでは最後の曲、お猿と踊ろうウキウキダンスを聴いてください。みんなに覚えていてほしいですよね。はい、そろそろですね、新しい仲間がここに登場すると聞いてるんですが。お、新しい仲間、新しい仲間、みんな聞いてる？みんな高桃ちゃん聞いたことあるかな。え、もう来ちゃうんですか？そろそろ来るって聞いてるんですけど。
みんなの前に出てきてくれたんですよね。ピークルのメンバーとあの大の仲良しって聞いてるんですけど、じゃあピークルのみんなにですね、あのいろいろ聞いてみたいと思います。じゃあまず名前から聞いてもいいですか。はい、名前は高桃ちゃんって言います。なるほど、高桃ちゃんって言うんですね。みんなも覚えて書いてください。はい、お誕生日がその高桃のお名前に由来してるって聞いたんですけど。はい、高桃ちゃんは3月3日が誕生日なんです。なるほど、3月3日桃の節句がですね由来になってるんですね。あと高崎山をもっともっと好きになってという意味もあるそうです。この高桃ちゃんの夢はなんとみんなと同じピークルのメンバーになって歌って踊ることだそうです。ライバルやな、ライバルやそう、高桃ちゃんは高桃ダンスがうまいんですよ。なるほど、高桃ちゃん踊っちゃうんですね。はい、あれ、高もなんだかもじもじしてない。あ、照れてるのかな。実は高桃ちゃんは高ものガールフレンドなんですよ。そうなんですね、ガールフレンドだったんですね。じゃあついに高もと高桃ちゃんが揃いましたね。はい、大好きな高崎山と大分市の PR に皆さん頑張ってくださいね。はい、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで高桃ちゃんクイズを行いたいと思います。今日は高桃ちゃんのお披露目ということで、もっともっと知ってもらうためにピークルの皆さんがクイズを出してくれるそうです。はい、ではお願いします。三択クイズになってます。答えは3つの中から選んでください。あるぞ。それでは早速第1問高桃ちゃんの出身地はどこでしょう。ちなみに出身地っていうのは生まれたところっていう意味です。1番日本一高い富士山、2番たくさんのお魚がいる海卵、3番タカモンと同じ高崎山。さてどれでしょう。分かる人。はーい、なるぞ。大分市高崎山です。正解したお友達すごいです。おめでとうございます。ちなみに皆さん高崎山がどこにあるか知ってますか。あ、すごい、ちゃんと分かっちゃうのや、すごいね。ここに書いていることによるとね、はい、世界一たくさんお猿が住む高崎山で高桃ちゃんは誕生したんです。お猿さんがいっぱいいるんだって。こんな感じです。はい、じゃあ、はい、第2問、高桃ちゃんの一番好きな食べ物は何でしょう。1番さつまいも、2番スイカ、3番桃。どれも美味しいから難しいですね。はいはいはい、じゃあそこの高桃ちゃんのの女の子。桃。ちょっと違う。ちょっとだけ。はい、じゃあまだ分かる人手挙げて。どうしようかな。分かる人ちゃんと手挙げて。じゃあそこの女の子、メガネの子の隣の。あ、その子です。さつまいも。正解です。高桃ちゃんの名前には桃がついてるんですけど、桃は食べたことがないそうなんですよ。てか高桃と同じですよね。はい、さつまいもが大好き。そうなんですよ、ね、歌詞にもありますよ。はい、じゃあ最後の問題です。この夏高桃ちゃんが一番したいことは何だ。1番高桃と桃を取ること、2番
海、泳ぐこと。あ、正解です。素敵な可能なビーチで泳ぎたいそうです。泳げるんですか。え、泳げるんですか。さすが。一緒に懸垂浴行きたいね。行きたい行きたい。自由に。はい、ピークルのみんなが出してくれたクイズのおかげでみんな高桃ちゃんについて多分いろいろ知れたと思います。あとですね、私が知っている情報によりますと、はい、高桃ちゃん、あの頭の上につけてるリボンがあるんですけど、はい、リボンとかピンクの小物が大好きだそうです。可愛い女の子だね。乙女。あとはですね、高崎山に今赤ちゃん猿がいっぱい生まれてるんですけど、この赤ちゃん猿にメロメロだそうですよ。皆さんクイズに参加してくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、これでみんな高桃ちゃんのことを覚えてくれたかな。よかったね、たくさんのお友達できたよ。さあ、この後はですね、いよいよ大好きタカモンのダンスコンテストになります。ピークルの皆さんも審査員としてですね参加してくれるそうなので、ぜひ楽しんで帰ってくださいね。皆さんは審査席に移動してください。以上、せーの、ピークルでした。ありがとうございました。はい、ピークルの皆さんありがとうございました。新メンバーも入って可愛さがますます増したと思いませんか。